長期休みの時とかやる気ない、もう疲れたって勉強やらない時があります。ガミガミ言わないようにはしたいので、大人も時間がない中で勉強やらせるのが普通だったりするんですけど、なかなか集中とか習慣がなかったんですけど、友達に紹介してもらって塾の先生にお勧めいただいて、くじけかけた時のやる気を出すきっかけにすごいなってくれてます。兄弟で色の競争したりとか、宿題だけじゃなくてかじけてとか、こっちがガミガミ言わなくても取り組んでくれるようになりました。子供が進んでやってくれる仕掛けっていうのは親として非常にありがたいなすごく楽しんで勉強取り組んでると思います。なんかやる気ペンなかったら多分ここまで勉強してなかったんじゃないかなって少しでも机に向かってくれると親としては嬉しいですね。